スクールカースト。インドのカースト性のような身分の差がクラス内にあるというのです。それがいじめと深く関係しているのではないかと指摘され始めています。このスクールカーストの著者である鈴木翔さんにお話を伺いました。もちろんあのインドのカースト性になぞらえて作られた言葉だと思うんですけれども、えっ、ー、と、まあ学校の中、特にあの教室の中ですね、同学年の 児童生徒の間で共有される、まあ、身分の差のようなものというふうに一応定義してはいますいろいろわからないことは多いんですけれども、えー、とネット上で、えー、とあるあのシステムエンジニアの方が作って登録した言葉だとは言われていますそのスクールカーストの特徴とは例えば最初は 小学生ぐらいの段階の時だと、まあ、あのちょっとイメージしやすいのと足が速い子とかですね、まあ、おしゃれな子というようなのが高くて、えー、とまあ地味な子みたいなのが低いみたいな感じで言われてるんですけれども、えー、と中学校高校とかになると高いグループ低いグループ上位のグループ下位のグループみたいなのがあってグループごとにえとランクがつけられているというようなことは本の中でも言っています。 権利まあ、騒ぐ権利があるとか上位のグループには騒ぐ権利があるとかですね、えー、と先生と仲良くしゃべる権利ですとかほ、まあ、本当にあと席替えのくじ引きを操作する権利だとかが与えられたりとかしていてあと、まあ、笑いを取る権利というか賑やかに過ごす権利みたいなのがあって下位のグループにはそうしたものが与えられなくて、まあ、例えば廊下で騒いだりするとその上位のグループからこう。 言われてしまったりとか、そういうことがあるみたいな特徴のない子というのが受け皿のグループというようなことが言われておりまして、何もこう特徴のないおとなしい子というのは何かに夢中になっている子よりも下だと思われているというような傾向があるのかもしれません。スクールカーストといじめにはどんな関係があるのでしょうか。いろいろ最近でも話題になってますけれども、まああのいじめというのが 結構もうすでにに曖昧なな言葉になりつつあっていじめられてたって学校の子たちは言うんだけれども先生から見たらいじめとしての認識はなかったみたいな記者会見とかってよく見ることあるんですけれどもそういうのってあの人によっていじめの定義とかが曖昧で、まあで特にあの暴力系ではなくあのコミュニケーション系と呼ばれるようないじめなんかだと。 こういじめてる側と言われてる側もいじめられてる側ももしかしたらいじめなのかどうなのか微妙な問題というのが数多くあると思うんですね。えっ、ー、とそうしたときにあのいじめられてるんですかとかいじめてるんですかとか教室にいじめがありますかとかそうしたことを聞いてもうまく実態が浮かび上がってこないということがあると思います。えっ、ー、とそれよりもっと視野を広げてなんかあの見下されてる感じがするとか。 えー、あのグループにはかなわない気がするとか何かされて普通になっているとかそうしたことを解明した方が、えー、とよりそのいじめと呼ばれる現象に近いところに踏み込めるのではないかなというふうに思っていてそういうところがつながっているかなとは思いますいじめっていう,もう明らかなその我々が見て分かるようないじめというところはも,うもちろんなんですけれどももっと微妙なですね例えばですねあのもういじめという枠ではないかもしれないんですけれども。 みんなでこう行事とかの時に靴ひもがほどけてしまったとすするじゃないですかその時にある子がほどけた時にはみんながピタッと止まって待っているある子がほどけた時にはみんな気づ,気づいてるけどすたすたこう先に歩いていってしまうとか、まあ、そういった微妙なところ、まあ、そうしたところとかもそのこの本で書かれてるスクールカーストでは。 え浮かかび上がってきやすいといとうかまあこれいじめではないとされるようなことだとは思うんですけれども一般的にはそうした小さなその学校で起こることのまあ積み重ねのようなものというのがその小さな小さなことの積み重ねみたいなものがそのランクのようなものを固定させていくきっかけになってまあそれで大きないじめ明らかにこの子には何をしてもいいとかそういうのが生じやすくなってくるのかなというふうにそういうふうにつながってるかなというふうには思います。 スクールカーストは決しての子もちろん会の子がなんかそのいじりみたいなもので不利なことを被るみたいなことは、まあ、そうなんですけれどもこ、えー、今回のインタビューではその上位と呼ばれるグループに所属している子にとってもその自分のキャラクターとかですねポジションをキープするためになんか非常に努力していて。でさらに下に下 その見なされるのを恐れたりとか、そういうことで回ってるようだったんですね。えっ、ー、と、そうすると、その。どの子にとっても。あまり意味のないような構図になっていて。学校の生きづらさみたいなものを規定している要因にはなっていると思うんですね。